もう過ぎちゃったかな。多分そうだと思う。この眺めもあと少しで終わっちゃうね。残念だな。あれ、あそこ建物に丸く穴が開いてるみたい。エスカレーターみたいなものもあるよ。行く。すごい、広いね。体験教室とかゲーム大会とか、何かの商品の販促イベントとか、それに音楽ライブもやることあるよ。ライブもできるの？そっか、これだけ広ければ思いっきり踊っても全然大丈夫そうだよね。スクールアイドルがライブをすることもあるのかな。虹ヶ崎のみんなならもしかしてここで歌うこともあるんじゃない？だって観覧車から見えるくらい近くに学校があるんだもん。私たちがここでライブ？知ってる場所でやるって意外と知らない場所でやるより緊張しそうけど、どんな場所でもやるからにはしっかりとやり遂げたい。ライブの予定もし決まったら教えてね。私も応援に行くよ。はあ、ライブの話したら私もなんだか歌いたくなってきちゃったね。二人とも一曲聴いてくれないかな。今日一緒にお台場を楽しんでくれるお礼に二人に歌を贈りたいんだ。ようちゃん。うん、それでは渡辺よう歌います。ありがとうございました。みんなようちゃんの歌に聞き惚れてたんだよ。すごく素敵な歌だったもん。